こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。インドは今、軍備の増強を図って、タイナカ路線を非米豪と共に推し進めること体となっています。インドでも国境付近での小競り合いが繰り返されています。そんな中、インドでもインド洋監視強化を目的とされる行動も出てきています。原子力潜水艦を増強しているのです。インドに日本も潜水艦輸出の話がありましたが、今ではインドには輸出しない方向へ進みました。今回は、インドの原子力潜水艦事情と核兵器保有大国の対応を見ていきますね。核兵器保有大国も日本人の性格を持ち合わせていれば、2020年11月の現在、世界で核兵器の保有を表明しているのがアメリカ。イギリス、フランス、ロシア、中国、インド、パキスタン、北朝鮮の8カ国で、これに実質イスラエルが加わると考えられている。国連の常任理事国でもあるアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の5カ国が、核兵器を保有していることは、ある意味大国として当然のようにも映るが、それ以外の国はどうだろう。イスラエルは、近年でこそ、若干周辺のアラブ諸国との関係に融和の兆しも見えるとはいえ、かつて、4度の中東戦争で、周辺国と関係を交えた経験から、核兵器を文字通りの切り札としているように見える。北朝鮮はといえば、日本への直接的な脅威であることから、最も見聞きする機会が多いと思われるが、核兵器の保有を外交の最終手段として周辺国を威圧する相変わらずの恫喝外交に使用している。こうした世界の核兵器保有国の中で、若干で使用目的というか思惑が独特に感じられるのが、インドとパキスタンの互いを最大の目標として対峙を続けるこの2カ国の存在ではないだろうか。インドとパキスタンはカシミール地方の帰属をめぐる係争で1947年から1971年の間に3度もの戦争に及び、さらにインドは1952年からは中国とも領土戦争を戦い敗北、後退を余儀なくされている。この過程で核兵器を保有した中国に危機感を募らせたインドは、自身も1974年に核兵器を開発し、今度はパキスタンがそれをくれる子。24年後の1998年に中国の支援を受けて、核兵器を保有するに至った。ただ、これら9カ国の核保兵器保有国の中で戦略型原子力潜水艦によって、それを運用可能な国は、さらにアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドに限られ、インドがこれを実現したのは最近だ。インドは、国産の戦略型原子力潜水艦であるアリハントを2009年に進水、2016年に就役させ、これに潜水艦発射型の弾道ミサイルを実装することで、核兵器の運用を可能とし、2017年には2番艦アリガントも就役させている。アリハント級は水中排水量約6000トン、
全長約112メートル。全幅約15メートル。水中最大速力約24ノット。乗員約95メートル。アメリカなどの戦略型原子力潜水艦と比較すれば、決して大きくはない。アリハント級の戦略型原子力潜水艦は、合計で4隻の建造が見込まれているが、インドは、ロシアから、アクラ級の攻撃型原子力潜水艦も、リース形式で調達しており、潜水艦隊の強化に注力している。アリハント級の戦略型原子力潜水艦では、潜水艦発射型の弾道ミサイル、K-15 の運用が可能であり、これは射程距離約700から750キロメートルと、核弾頭を備える弾道ミサイルとしては、かなり短い部類だ。しかし、インドがこれを向ける仮想敵国の筆頭は、パキスタンであることから、インド洋にアリハント型の戦略型原子力潜水艦を展開すれば、パキスタンに向けた攻撃自体は10分に耐えると考えられている。加えて、インドでは新型の弾道ミサイルも開発中であり、2020年1月には、K4 と呼ばれている新型弾道ミサイルの試射を水中の発射台から成功させており、こちらは最大で約 3500km の射程距離となる模様だ。この K4 弾道ミサイルが、以後はアリハント級の戦略型原子力潜水艦の主兵装となると考えられるが、これがいつ頃に実戦配備されるのか。その時期については、まだ判然とはしていない。そもそも、一番艦であるアリハントは、2017年2月に予期せぬ浸水事故に見舞われ、翌年の2018年11月に復帰するまでの1年半以上にわたって修理が行われるなど、一時は復帰が危ぶまれるほどの状況に置かれた。このアリハントの浸水事故の原因は、乗組員によるハッチの閉め、忘れというにわかには信じられないような初歩的な人為ミスであるとされ、艦内に海水が流入したことで引き起こされたという。2018年の初め頃には、海外のメディアがアリハントの浸水事故を報じていたが、当のインド海軍は、長年対峙するパキスタンや中国への牽制の意味もあってか、事故の発生そのものについて沈黙を通していた。この当時は、2番艦のアリガントも収益は開始していたものの、まだ試運転と呼べる段階であったため、唯一の潜水艦発射型の弾道ミサイル K-15 の持つ核抑止力の低下を何よりも恐れていたことが伺える。インドは核兵器の多層的な運用を目指しており、アメリカやロシアと同様に陸上発射型と航空機搭載型、そしてこのアリハント級の戦略型原子力潜水艦による三重の展開は譲れない方針なのだろう。インドが主導するアメリカ、日本との3カ国による合同軍事演習マラバールに今年2020年はオーストラリアを招待することが発表されており、インドがこのまま西側へと傾斜するのかにも注目が集まっている。